こんにちは。今回の動画は大阪弁天町の交通科学館のパノラム室で鉄道模型を走行させていた頃を思い出して、当 YouTube にてアレンジをして走行させていきたいと思います。今回は新幹線の運転はございません。それでは最後までお楽しみください。出発進行。画面右側、車両基地から発車しました。クリーム色に赤色の車灯は、東京から四国山陰本線を結ぶ寝台特急サンライズ瀬戸出雲です。オール2階建てで、本来は14両編成で岡山駅で切り離し、7両編成で高松や出雲市に向かいます。画面真ん中から緑色の機関車に牽引された列車は、寝台特急大阪札幌間を約22時間走り続けたトワイライトエクスプレスです。2015年3月12日惜しまれつつ引退をいたしました。現在はトワイライト水風として運行をしております。画面上、小町駅を青色の機関車に牽引されている列車は、東京上野から札幌間を走っていた寝台特急北斗星です。青函トンネル開通とともに1988年から27年間走行しました。北海道新幹線開通とともに姿を消していきます。Thank you.
朝になりました。サンライズが中央終着駅に停まります。中央駅に入ってきたトワイライトエクスプレスも終着駅となります。小町駅に入ってきた北斗星も終着駅となります。画面左側からオレンジ色の電車が発車いたしました。大阪交通科学館の上を走る電車は103系です。天王寺から弁天町、大阪、京橋、天王寺を外回り、内回りで活躍する大阪環状線です。画面の鉄橋をクリーム色に青のラインの車両は583系と呼ばれる寝台特急電車です。主に関西から九州方面の特急、水星、那覇、暁など夜行列車として活躍しました。103系が中央駅に停まります。中央車両基地から223系と呼ばれる新快速電車が発車しました。主に京阪神の人々の足として今も活躍中です。新快速電車が103系を追い越していきます。画面右側から電気機関車に牽引された白いコンテナ車が発車しました。列車1万系と呼ばれる専用列車です。トビウオの愛称として親しまれていました。同じく右側から白い特急電車が発車しました。主に北陸方面の特急サンダーバード号です。大阪、金沢、新潟間を今も活躍中です。右側ローカル線をキハ58系と40系と呼ばれるディーゼル列車が出発しました。1960年代、1980年代にかけて幹線、ローカル線問わず日本全国で急行列車を中心に投入されました。
それでは順番に終着駅となります。583系が中央駅に止まります。ローカル線小町駅をキハ58系40系が終着駅となります。最後に特急サンダーバード号が車両基地に到着いたします。サンダーバード号も車両基地に到着しましたので、今回の鉄道模型運転は終了となります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。